まだ残っているので、よかったら興味を持ってくれた方がいましたらぜひ買ってくれたら嬉しいです。ゆうなの方から。はい、私はもう終わっちゃったんですけど、先週の日曜日までミスユニドルに出させていただきました。ありがとうございます。まだ決勝の方が結果出てないんですけど、それまで待っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、そしてことかの方なんですけど、最近アマステージ秋葉原店に新しく所属して新キャストになったんですけど、次のシフトが明日の18時から22時でアマステージにいるので、もしよかったら会いに来てくださったら嬉しいです。秋葉原もお願いします。アマステもぜひチェックしてくれたら嬉しいです。じゃあ最後の曲に入りたいと思います。はい、ダッシュ。
それでは以上、私たちキュアツインクルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。 SGR ボリューム93終演後のキュアツインクル、キュアツイさんからのお礼メッセージになります。左がことかさん、右がゆうなさんになります。セットリスト3曲になります。2022年2月8日火曜日、西永福にて開催されましたSGR ボリューム93のタイムテーブルになります。キュアツインクルさんは18時45分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。2月28日予定の敗者復活戦は7番目の出演を予定されていらっしゃいます。敗者復活戦1ヶ月前の公開動画になります。敗者復活戦記念企画開始の告知です。キュアツインクルさんからのハッシュタグ決定の告知がされていらっしゃいました。キュアツインクル最強宣言。そしてゆうなさんとことかさんになります。キュアツインクルさんのユニドル2021-22 ウィンター関東予選1日目の結果速報をいただいていらっしゃいました。敗者復活戦も引き続き頑張ってください。ユニドル2021-22 ウィンター関東予選1日目終演後のキュアツインクルさんからのお礼メッセージになります。セットリスト3曲になります。ことかさんのプロフィール公開内容です。ゆうなさんのプロフィール公開になります。出場されましたことかさんになります。同じくゆうなさんになります。